皆さん、本日は私たちのウィンターライブ2022サイエンスにお越しいただき誠にありがとうございます。私、このライブのプロデューサーを務めました19期4回生の竹口優希と申します。どうかよろしくお願いいたします。さて、ここまで、今日のライブ、壮大なオープニングパフォーマンスに始まり、そこから厳正な審査を勝ち抜いた JP ヤクトが誇る計8バンドの素晴らしい演奏、そして今年でサークルを後にする4回生の全体曲までお聴きいただきました。皆様、本日はお楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。私を含むウィンタースタッフ一同は、2022年に入ってすぐに動き始めました。そこから全てが円滑に行くわけでもなく、さまざまな、苦悩や困難などがありました。しかし、そこで本当にウィンターメインスタッフをはじめとしたウィンタースタッフ全員が本当に助けてくれて、今日こんな素晴らしいライブをすることができました。中でも僕が一番感謝を伝えたい、助けられたのは副プロデューサーの竹内幸喜君と菅博人君です。この2人には本当に副プロデューサーの副っていう漢字がついているのが申し訳なくなるぐらいに助けられました。この2人とは3年前2019年に JP ヤクト19期として1年生としてサークルに入りました。3年前のちょうど今頃、僕たちは客席で1年生みんなでウィンターライブ2019を見ていました。そこで見た先輩たちの姿は本当に衝撃的で感動的で、すごすぎて涙を流す人も多かったくらいです。僕たちはあんな風になれるんだろうかと不安になるくらいでした。でもそれよりも大きくあった気持ちは、いつかその先輩のように、いや、その先輩を超えるぐらいの演奏をしてお客さんを圧倒したい、びっくりさせたい、そう思うようになりました。そこから僕たちはさらにアカペラのモチベーションが上がって、頑張っていこう、みんなで工夫して練習、いっぱい練習して頑張ろうとしていました。でもその時に、その直後に来たのがコロナウイルスの流行です。僕たちは半年間サークルができなくなってしまい、半年間ずっとアカペラができませんでした。せっかく今から頑張ろうとしていたのに、どうしてそんな出鼻をくじかれるようなことになってしまったんだと心も折れかけました。そして半年後にサークルがやっと10月から再開しました。そこには確かにマスクをつけなきゃいけないとか、距離を取んなきゃいけない、あんまり長い時間一緒にいちゃダメみたいな、そういう縛られたルールはあったものの、そこには半年前と同じように楽しくアカペラをしている仲間の姿がありました。それを見て僕は本当に、みんなどこか辛いところがあるんだけど、その時に楽しめることを最大限に楽しんで最大限に頑張っているんだなと実感しました。そこからまた1年生の時のように、1年生の時に見た先輩の姿を超えるように、みんなで必死に練習し工夫し、時には切磋琢磨しながら必死にアカペラに向き合ってきました。そして僕たちだけでなく、後輩も必死にアカペラに向き合って、今日でも4回生がいない下級生のバンドで今日この舞台に立っていたというバンドもあるくらいです。本当に JP 全体にそのアカペラの熱が戻ってきたんです。そしてその集大成が今日のライブでした。今日のライブでは本当に、まあ、僕がプロデューサーとして本当にやってきて、本当にさまざまな人が助けられて、僕一人じゃ絶対こんなかっこいいステージを作れてないし、こんなライブを作れてなかったので、本当にみんなの、本当にウィンタースタッフ全員のおかげで、こんないいライブが、素晴らしいライブが開催できたことを本当に嬉しく思います。
またそれに加え、そのライブをこんなたくさんの皆さんの目の前で披露できることができ、本当にもう人生で一番幸せなんかじゃないかってぐらい本当に幸せです。皆様、本日は我々 JP ヤクトウィンターライブ2022サイエンスにお越しいただき本当にありがとうございました。さて、実はこれで終わりではありません。僕たちサークル員全員が積み上げてきたものをすべて次のウィンターライブ最後の曲にぶつけたいと思います。 JP アクトの勇姿をぜひご覧ください。涙がこぼれるくらい嬉しい。
かったよ。忘れない君の言葉、やっぱり歌が好き、思い出したの。突き抜けるようなハイトーンも、涙誘うビブラートも、何一つ持ってない私でいいの。この声が必要なんだってさ、私とあの子みたい